リジーリジーは2003年からディズニーチャンネルで放送された海外ドラマ。オリジナルは2001年からアメリカで放送されたもの。中学生のリジーが親友のゴードやミランダと共に送る学校生活を描いた作品。基本的には実写ドラマだがリジーの心の声はアニメキャラクターになったリジーが喋る。テレビ版全65話と映画版。 リジー・マグワイア・ムービーがあり、日本でも2005年から2006年にかけて、全話 DVD が発売された。中学生のリジーとその家族、そして、親友・ミランダとの友情を描くファミリー向けコメディー。悪趣味なセーターチアリーダーに挑戦私の、得意技私のママは、世界一、将来の夢ベビーシッターって大変。私に、 正規一票結婚プロジェクト悪い子を直す。方法憧れのブラ。ラウンジミュージックが最高名女優。ミランダスーパー転校生マットハロウィーン。大作戦地球環境に優しく映画監督。ゴードアイドルに会いたい。マットが離れない。ゴードに恋人。ヒーローリジーは、嘘つきイ、e、ーさんの家庭教師ボーリングは楽しい夢の、スーパーモデル恋のキューピッド物主義は誰だ 初デートのお相手意地悪なゴードを不思議なゲーム大人になりたい。思い出クッキング憧れのリジーゴード高校へ行く。ファーストキス愉快なゲームショーママは親友。頑張れケイト。素敵なライフプランミランダの悩み。ケイトの誕生日アルバイトに挑戦本当の宝物。ミランダは悪い子。本物はどっちマットになっちゃった。ゴードの悩み涙のダンスパーティーなんでもベストワンミステリアスに。 変身家族旅行はウエスタン。友好の壁が大好き。ぬいぐるみしょな騒ぎのカフェテリアを忍びデート恋のスタンドプレイリジーはモンスターゴードのおばあちゃん謎のシンデレラボーイ先生をご招待。卒業アルバム大作戦。リジーの悩み相談ゴードの超大作映画。ドキドキの推理ゲーム最高のクリスマス。話し素敵な思い出。ありがとうございます。